影8時。Prince song inside my head. Hands up if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time. It's gonna be alright.どうも、ワキコボユータです。ヨシケです。はい、ということで本日は何をやるんですか。昨日のサーフィンに引き続き、僕たちがハワイでできる運動を一気にまとめてやりたいと思います。ランニング、自転車、サイクリングだね。あと海のボードで、まあ、サップですね、はい。を一気にまとめてやる。トライアスロンだね、いわゆるハワイ版の。そうだね。勝手に作ったワキコボがやる。まあ、ちょっと残念なことにね、サップのパドルを忘れちゃったのでとりあえず取りに行こう。いや、行かない。いや、行かない。もうそのまま行く。これ手だったら多分進まないよ、まあ何も。いや、進むと思う。やってみよう。もうだって、時間ないもん。トライアスロン1日かかるもん。ということで、まず最初にやるのは、今アラモアナビーチパークにいるんですけど、今からこの端っこのね、アラモアナビーチパークから手でボードを漕ぐことになりまして、一番奥まで行って帰ってくるっていうのをね。俺帰ってこれない。頑張ればいけるよ、海ポーズ。4時間くらいかかるんだ。はい、ということでやっていきたいと思います。赤じゃん、もう。じゃあハンドサップで行きたいと思います。広いね、ビーチが。真っ白だよ。これ一応声入ってるんだよね。でもちゃんと大きい声で喋んないと入んない。眩しい。一応あそこまで行こうよ。一番奥のライフガードのところまで。そう、2番目の奥のところ。頑張ろう。開始です。ハーメさんよ。ハーメさんよ。すごい持ってるね、ゆうた。ゆうた、どこまで行く？それ。追突するぞ。追突する。おお。ということで、セカンドライフガードまで来たんで帰ります。頑張れ、言うと、あともう少しだ。まだ？もう少し。
まあ、とりあえずやってしまえばね、うん、もうやらないからね。よし、じゃあ行こうぜ。行くぜ。じゃじゃじゃん、じゃじゃじゃん、じゃじゃじゃん、ってことで。はい。じゃあ、セカンドラウンドですね。ランニングだね。ランニングを今どこだ、ヒルトンホテルのヒルトンラグーン、まあワイキキの端っこだね、にいるので、はいはい、ゴールはワイキキの端っこにビーチバレーがあるところ、うん、あのホノルルズーのとかね、ティーバーかな、そこの目の前くらいまで走っていきましょう。じゃあ早速レッツゴー。やっちゃいけないけど、これビーチここに落としてるのはこれ全部完全行為だ。捕まればいいね。だってかける5000円で俺たちシェープするからさ、 10% くらいのキャッシュバックもらえばさ、手伝うよって感じだよね。すごいね、人いないって言うんだよ。そしてフリフリしないと撮影中走ってるから、今日歩いてるとこなんか消さなきゃいけないから、5回任せるから。すごいね、なんか工事現場になってるワイキビーチが。こんなでかい重機入れてさ、この間ね、砂を下ろしてたよ。あ、埋め立てしてんの、どんどん埋め立てしてんの。すごいね。しかもオーストラリアの砂浜を持ってきてるっていう噂なんだよ。マジで。ハワイ砂ないね、今。ハワイの砂じゃないね、もちろんオーストラリア。めんどくさそうだけどね。めっちゃ人いるね。でサーファーすごい。リータ、これしたいでしょ。死にそうだね、でも何人も乗ってたよ、一つの波に。すごいね、なったの。死んサップでぶつけてよ、ジューッの気がする。続いてはですね、ワイキキの今だいぶ端っこの方にいるんですけど、そこからダイヤモンドヘッド一周して、で今車を置いてあるところね、さっきのヒルトンのところまで入りたいと思います。長い道のりだね。でもこれが最後だから、うん、
けていくっていう。大丈夫、これ通り抜けて。絵を通り抜けて。通り抜けて。落とした。いいじゃん、マリオカットでトラップを落とした。トラップじゃない。よし、行こう。取れてた、ちゃんと。なんちゅう走り方や、それ。CCC の上をモンサラット通りを通ってまっすぐ帰れば終わりだから、ラストスタート。Wonder, wonderful world.